こんにちは。飯能市役所インフォメーションです。5月25日、26日の2日間国内最大級のウォーキングイベント第17回飯能新緑 2day マーチが開催されます。今年は去年オープンしたメッツァビレッジ内を通るコースを新設しました。ぜひ皆さんのご参加をお待ちしております。今年も全10コースとも見どころ満載です。ご自身の体調に合ったコースを選び、飯能の新緑と自然を満喫してください。コースは両日とも5キロから30キロまで用意され、1日目の25日土曜日は天覧山、東の巣山、あずま峡、南駒、名栗ルートを歩きます。距離とコースはご覧の通りです。2日目の26日日曜日は清明、宮沢、加治、駒郷、阿賀のルートを歩きます。距離とコースはご覧の通りです。各コースの見どころをご案内します。1日目の5キロ、10キロコースは天覧山、東の巣山といった里山や飯能河原など身近な自然いっぱいのコースです。子どもから高齢者まで楽しめ、家族連れの方にも人気です。15キロコースは吾妻峡の奇岩や渓谷美を見られる見客向けのコースです。20キロコースは南駒地区の竹林や畑など昔ながらの農村風景を楽しめます。30キロコースは名栗湖を一周して名栗渓谷の景観を望めます。新緑に染まるコースでは鮮やかな赤の弁天橋などの見どころがあり、豊かな自然を楽しめる上級者向けコースです。2日目の5キロコースは清明地区の田園風景を楽しめる初心者向けのコース。小さい子や家族連れに人気です。10キロコースは去年オープンしたメッツァビレッジ内を通り清明地区を歩きます。15キロコースは入間川沿いに広がる自然を感じることができるコースです。20キロコースでは巾着田を抜けて日高市内を歩きます。30キロコースは阿賀野駅をスタートし、奥武蔵の豊かな山林、駒川の清流、田園風景と史跡などを楽しめる変化に富んだコースです。両日とも各コースに接待所が設けられ、中学生ボランティアが参加者の皆さんを元気づけます。参加費は事前申し込みは1日参加でも2日間でも大人1500円、小中高校生800円で、当日申し込みは1日につき大人1000円、小中高校生500円です。未就学児と市内在住在学の高校生以下は無料です。小学生以下は保護者または引率者の同伴が必要です。当日の持ち物は弁当、水筒、カップ、雨具、帽子、タオル、
健康保険証などです。各コースに医茶接待所が設けてありますので、カップは必ずご持参ください。お申し込みは所定の参加申し込み書に必要事項を記入の上、参加費を添えてご覧の申し込み先へお願いします。大会当日に参加費受領書兼引換券または払込票兼受領書を受付にお持ちください。参加証と引き換えます。また今年も市民ボランティアを募集します。日程は5月25日土曜日、26日日曜日の 2day マーチの開催日で、確実午前7時から午後4時です。場所は中央会場となる飯能市役所などです。主な活動内容は会場案内、コース警備、接待所の手伝い、役員のサポートなどです。応募資格は中学生を除く大会当日15歳から70歳の方で、未成年者の方は必ず保護者の同意が必要です。スタッフジャンパー、帽子、昼食は用意します。お申し込みは4月19日金曜日までにスポーツ課へお願いします。 2day マーチ市民ボランティアに関するお問い合わせもスポーツ課へご連絡ください。犬の登録と狂犬病予防集合注射のご案内です。まだご登録がお済みでない方はこの機会にご利用ください。狂犬病予防集合注射の手続きは、登録がお済みの方、お済みでない方で異なります。すでに登録が済んでいる方へははがきの申請書を郵送します。問診事項を記入し、必ず会場へお持ちください。登録しているのにハガキが届かない場合は、環境力水課へご連絡ください。費用は、駐車料金2750円、駐車済み票交付手数料550円の3300円です。犬の登録をしていない方は、会場で書類に記入していただくため、はじめに職員にお申し出ください。費用は新規登録手数料3000円、駐車料金2750円、駐車済み票交付手数料550円の6300円です。続いて平成31年度狂犬病予防集合注射の日時、会場についてご案内します。日程は6日間で時間と場所が異なりますのでご注意ください。問い合わせは環境緑水課へお願いします。飯能市役所インフォメーションをお送りしました。